はいどうもパシです。今回はですね、本日発売のデスストランディングというねゲーム実況していこうかなと思うんですけれども、この動画を見た人にねゲームの良さが伝わって買いたいなと思っていただけるようにですね、ムービー中とかは極力喋らないようにして、実況していければなというふうに思います。それではやっていきましょう。やば、超かっこいい。昔爆発があった。この宇宙は爆発で生まれた。昔爆発があった。この星は爆発で生まれた。昔爆発があった。この生命は爆発で生まれた。そしてまた爆発が起こる。こいつが主人公ですね。めっちゃ肌綺麗。だいぶ錆びついたバイク乗ってんな。危なっ。なんか家とかは全然ない荒廃とした環境になってるけど、動物はいっぱいいるね。え、鳥がバタバタ落ちてく。ドクターストーンだ。危なっ。思いっきり引いたやん。今なんかルブタンみたいなジャケット着てた女引いたよね今。あ、バイクが。その前にお前人引いてるやん。お、なんか拾えるぞ。背中に積む。お、17キロとか重さ制限とかあんのか。じゃあいろいろ。あれ、さっき俺が引いた女どこ行った？ R1 センサーを打つ。お、すげえ。何これ。配送伝票を探知するためのセンサー。お、なんかいっぱいあるぞ。1いいねもらった。いいねもらえた。なんだこれ。 YouTuber はとうとうゲームの中でまでグッドボタン押してもらわなきゃいけない時代になったんか。え、転ぶ？転ぶとこあった。結構年いってんな。40ぐらいかこれ。
シカがいる。うわ、背中に手の跡ばっか、怖っ。写真？めっちゃおしゃれなタトゥー入れてるね。え、なんでそんな鳥肌立ってんの？え、透明人間の足跡。やばいんじゃないの？どう？ホラーゲームより怖いな。なんで二人とも泣いてんの？めっちゃ引き込まれる。言ったよね。何すんの？そんなに強く握ってない。その涙。カイラルアレルギーね。ねえ、あなたもドゥームスなんでしょ？絶滅因子を持ってはいるが、あんたほどじゃない。あなたレベルは？見えてたんでしょ？いや、感じる程度だ。じゃあ、レベル2ね。ここで何をしてる？あなたと一緒よ。雨宿り。タイムフォールは言った。私はフラジャイル。あんたの噂は聞いたことがある。
光栄ね。サムポーターブリッジズ、伝説の配達人。食べないで。食べる？うわ、やっぱそうなる？ルブ。クリプトビオシス、特急にも耐性がつくの。ルブタ姉さん食うのそれ。うわ、めっちゃ美味しそうに食べるやん。味わってる。私のとこ来ない？一人だと大変でしょ。フラジャイルエキスプレスなら人材も豊富だろう。仲間に裏切られた。ほとんどが寝返ったわ。組織は崩壊寸前。それに私は首から下を時運にやられた。もう粉々に砕けて。手伝えることはない。物を運ぶのが俺の仕事だ。こちらブリッジズ配送センター、フリーランス、サムポーターブリッジズ、受け取りに困っています。街に行くのね。傘の形やばすぎでしょ。気をつけて。やつらは言ったようだけど。かっこいいやん。時運は触れた者の時間を奪う。でも全てを消し去るわけじゃない。過去は捨てられないものよ。だからまた会いましょう。サム・ポーター・ブリッジ。能力者とかレベル2とか透明人間とかどうなってるんだろうね。あれね、その辺が気になるよね。あそこまで荷物を運べばクリアなのかな。これ何運んでるんだろうね。セントラルノットシティ。納品想定取得いいね数40。なるほどな。めっちゃいいねもらえるね。もうトロフィーまでもらえた。荷物を納品します。遅かったじゃないの。伝説の配達人らしくないわよ。バイクを失い雨宿りしてた。それは大変だったわね。うちへの納品は完璧よ。まあ納品遅延はあるけど、荷物は希望数以上届けてくれた。ありがとう。またお願いするわね。おお、 S ランク。物を運ぶのが俺の仕事だ。ブラック企業だな。
ブリッジズ死体処理班のイゴールだ。サム・ポーターだな。そうか、接触恐怖症だったな。お前の資料に書いてあったよ。ブリッジズの死体処理班、何があった？時間がないんだ、ついてきてくれ。来い。これを見てくれ。死体処理班ってことは、見せられるものはもしかして、こいつを焼却所まで運びたい。うわぁ、きついやつだ。いつ心停止した？正確な時間は分からんが、おそらく40時間以上は過ぎている。施設に隔離しなかった？病死じゃない、自殺したんだ。自殺だって？発見するのに時間がかかった。冷却処置はしたが、いつネクローシスするか。どの焼却所？一番近いのは北だ。そのルートには奴らがいる。別の焼却所は？他の場所に行く時間はない。じゃあここで焼いた方が安全だぞ。カイラリウムが都市に被害を与える。ここはダメだ。今から焼却所へ行く方が危険だ。だからお前が必要だ。お前のようなドゥームスに同行してほしい。ネクローシスの初期段階に入っている。急がないとここが吹き飛ぶ。じゃあ一緒に来てくれるな。ブリッジズとの契約成立だ、サム・ポーター。サム、ただのサムだ。俺には奴らは見えない、感じるだけだ。だからこいつを持ってきた。ブリッジベイビーか。お前とこれがあれば奴らをうまく迂回できるはずだ。あまり気分のいいものじゃないな。あの世とつながるわけだからな。ゾッとする。行け。難しい世界観だね。普通に虐待だよね。あの赤ちゃんが能力を持ってて、それで敵の位置が分かるってことでしょう。という国があって、誰もがどこへでも自由に行けた。お前みたいな運び屋はいなかった。ハイウェイや飛行機、そう、他の国へも行けたんだ。もうそんなものはない。そこら中デス・ストランディングのせいで穴だらけだ。みんなぶっ壊れたんだ。運よく残ったものも時雨のおかげで溶けちまった。代わりに化け物がビーチから来た。つまりこの世は死の世界とつながったんだ。みんな怖くて都市に閉じこもってる。おかげでお前みたいな運び屋が重宝された。見ろ、やばい、虹が出てる。うわ、焼却所まであとどれぐらいだ。もうすぐ出てくるぞ。うお、仕方がない。なんか溢れてる。奴らのど真ん中を抜ける。エンジンが止まった。ここでエンジン止まんの？入ったんだ、迂回しろ。ビビ
品かもしれん。やばそう。うわ、血まみれじゃん。二人は無事なのか。おじさんは生きてるね。運転手やばそうだな。まず死体の方に行くのね。うわっ、あ、引っかかってる。いるぞ、助けてあげて。お、めっちゃ老けてく。サム、喋るな、息もするな。潜った。
うわ、きつい。でかくね？真ん中のあの長い棒はもしや。チャンネル登録、コメント、高評価いただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。毎日7時にアップしております。ぜひともまた見てください。バイバイ。